はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。バープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。現在ですね、 SG 高校の期間限定シナリオが来ているところなんですけれども、ここに出ている3人ですね、一番左のやつなんだっけ、神宮寺と、東条と、大空ちゃん、この3人が、特攻キャラになってるんですね。で、この特攻キャラ3人の、ガチャがあるということで、別にね SR 確定ではないんですけど、やっぱりねちょっと東条がね欲しいですね。東条がで、この3キャラは全員優秀なキャラなんで、SR でね、誰が出ても使えるキャラだとは思ってますので、外れはないっていう感じですね。ただそれも SR が出ればっていう感じにはなるんですけれども、ちょっとガチャの内容を見ていくと、まず東条と大空と、神宮寺がなんだっけ、ピックアップキャラになってますと。で、10連ガチャ初回は、パワーストーン通常250個のところが、200個で引けますと。で、2回目以降が SR の出現確率が2倍に、なってはいるんですけれども、ちょっとね2回引く石がないんで、10連だけやっていこうかなと思ってます。で、この中でいくと、もちろん欲しいのは東条なんですけれども、大体ね欲しいのは出ませんというのが大体あるんですけれども、チケットの方もついでに使っていきましょう。PR が3枚で SR が1枚で、この SR はパワープロ2016との、連動のキャンペーンで手に入れたやつですね。で、補助券が11枚あるので、まずは、PR を3枚引いて、で、こっちのガチャを引いて、で最後に、チケットを3種類ですね使っていきたいと思います。3種類というか SR1 枚の補助券が、2回分という感じですね。一応東条と大空と神宮寺は、普通のチケットからも出るはずなので、最悪ねこっちに望みをかけるというような、ところでやっていきます。じゃあ、まずは前哨戦として PR ガチャチケットですね、こっちを3枚消費していきましょう。3枚なんでね、ここでの SR は全然期待できないんですけれども、来てくれれば、無理だ。普通の金のボールですね。これは PR なんで、青葉と久方と、小高か。普通の感じですね。じゃあこちらのプレミアムガチャですね、 SG 高校お役立ちキャラ、こっちをとりあえず10連いきます。まずは SR1 枚入ってくれればお願いします。よし、グググが来た、ポン。ダメだな、これは SR なしだな。いやー、やっぱり出ないね。中之島、裏が、PR が、これは、おお、神宮寺普通の R か。なんとも言えない感じですね。浦賀のね SR を手に入れた時のために、あ、そっか、おまけがあるのか。やはり SR は出ないですね。ちょっとねもう一回引く力はないので、とりあえず今回は、10連で終わりにしてチケットに移りましょう。じゃあチケットがまず普通の SR ガチャチケット、ここでね東条が来てくれればめっちゃ最高なんだけど、やっぱりねライチをね持ってない分東条がめちゃくちゃ欲しいですよね。誰、あー、りょうちんだ。りょうちん来てくれれば北雪デッキが組めるんで、ちょっとりょうちんも鍛えて、北雪デッキねやるやるって言って全然手札が揃ってなかったんでやってないんですけど、ちょっと両チーム鍛えて北雪デッキも1回組んでみますか。じゃあ SR ガチャ補助券が11枚あるんで、2回分引けますね。じゃあこれも、2回分やっちゃいます。さあ来てくれ来てくれ来てくれ、まず1枚目、嵐丸かー。次は、中之島か。両方とも
新しいキャラだったんで、まあ、今回の収穫としては、リョウチンですねって言ってもね、やっぱりもうゲドウ君が足りてないんで、次ね誰鍛えるかって言ったら、ちょっと久々にイベキャラを覗いてみますか。ボックスを見てこんな感じですね。 PSR のね青葉も鍛えられてないんで、ちょっと後回しになっちゃうかな。レベル35にしてないキャラでいくと、田中山くんはこの前35にしたんで大丈夫でしょ。あ、そっか、鈴本もねコントロールキャラで今19レベルまでは上がってるんですけど、そうですね、だいたい使いたいキャラのレベルは35にはなってるので、まあ嵐丸はねちょっと俺使い道がまだわからないんで後回しにして、あ、そうか、猫髪か、猫髪もね上げたいんですよね。総力キャラをちょっと作りたいんで、猫髪、まあ両チンあたりをちょっと重点的に上げて、またサクセスをやっていきたいと、思いますので、という感じで、まあやっぱり普通の SR 確定じゃないときはまあ出ないですね。まあこれはもうしょうがないんでまああの毎回毎回ね神高の時のあれを思い出すんですけどまあ大体痛みを見てるんですけど、懲りないっていうのがね俺なんで、まあそんな感じで、じゃあ今回はまあ両親を手に入れてましたというところで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。